そうして、第二次安倍政権の残り物といったら失礼なのかもしれないですけど、日銀、黒田総裁はまだいらっしゃるんですよ。そして、現在の強力な金融緩和を粘り強く続けると、言ってらっしゃるんですね。4月13日付のブルームバーグは、日銀の黒田東彦総裁が、現在の強力な金融緩和を粘り強く続けると発言したと。黒田総裁の発言後、市場では円安が進んだと報じたと。この金融緩和策を続ける根拠はもはや全く不明なんではないか。理論的裏付けも説明もしなかったというようなことなんですけれども、こういうその、これはさっきも、前もいつも申し上げているように、黒田総裁の本当の真意は日本国債の暴落をその防ぐってことだと思うんですね。だから円安っていデうフのレは、脱却ではなく、それ円安とかそういうことは、それは副産物であって、大事なのは日本国債を暴落を防ぐために日本銀行が、どんどん買っていくと。ただし、実は最近は国債の買い入れスピードが随分落ちてたんです。それはやはり日本銀行なりにちょっと出口を考えたと思うんですよね。ただ今の段階になって、いわゆる指値オペレーション、指定された値段でいくらでも買い取るという、無制限に買い取るということを言っている。でもこれもですね、これは大事なのは、やっぱりこの人もともとは財務省だなと思うんですね。大蔵省だと思うのは、その一応その日本国債の暴落を増やす問題は財政本体が破綻したら偉いことですよそうね。ですね。で、実はその日本銀行が指値オペレーション、そういうふうにこう指値指定した値段でいくらでも国債買いますと言ってるんだけど、実はもうその債券市場に出回ってる国債はそんなにたくさんないんです。なるほど。だって日銀あれだけ買い込んでずっと溜め込んでるわけだ買いから、込んでしまってる。そうなるといくら指値を入れて、やっても買ってこれませんでしたと、なるほもう売ってませんでしど。たっ売ってていまうせんでね、した。分かっていらっしゃる。そんなことはこんな大秀才が、分かってないはずないわけですよ。だから結局それはね、言ってるだけ。それはね、岸田総理もそういうことこ、れ、金融緩和を粘り強くするそう。でね、それは後でも触れると思うけど、岸田総理もそれがあって、例えばロシアからの、原油輸入をね、やめますとかね、言ってるけれど、期限切らないじゃないですか。ああいうことっていつまでって言わないけど意味ないですよね。言わないもん、絶対。ただ期限切らずにやめるやめると。と言いつつ、サハリン2は手放さないって。そうですね。意味不明ですよね。そうですよね。でもそれは、非常にあそこにこう 財政投入として、かなり金突っ込んでしまって、日本政府の立場としてはそうですよ。非常に正しいわけ。絶対サハリン1、2なんて手放すべきじゃないと思いますよでね。もしね、すると岸田総理は、非常にその思慮深く、どうせほっといても、このあんな破滅的インフレーションの下で、バイデン政権は中間選挙で歴史的敗北を食らうだろうと。でも議会はもう共和党一色になっちゃって、法案は全く通らないと、という事態になって、完全に冷戦化して、おそらく2年後の大統領選挙も、トランプか、あるいはトランプに代わって共和党代表にね、共和党候補になった人は勝つだろうと。そうなればうるさい人は いなくなるから で、その間ね、そうすれば、中間選挙まで適当に言葉つないで付き合ってればいいかなと思っていらっしゃるかもしれない。そうなんですかね。そんなこと国民も言わないですよ。だけど、だって気になるのは、ロシアから輸入止めるって言うんだけど、いつまでっておっしゃらない。なるほそれって何の意味もないでしょ。だってそれ、いつかやりますって言ってるだけでね。円安誘導の流れを作って、日銀黒田総裁のデフレ脱却2%、物価上昇率って7年半未達ということなんですよね。2013年より日銀総裁の黒田東彦さん、2023年4月8日までの任期だということなんですけれども、就任に際して2%の物価上昇率を2年程度で達成すると、脱デフレということを掲げたんですけれども、これがアベノミクスの大きな目玉である大規模金融緩和を担ったと、第一の矢と言われたんですが、結果的に副産物であるとおっしゃられた円安誘導の流れを作ってしまった。しかし、肝心のこの目標を表舞台に掲げてた目標とは未達のまま、そして、これ失敗続きって書いちゃいましたけれども、逆を言うと本音のところでは、実は財政破綻を防ぐ、その金利上昇を防ぐというところを最優先してたんじゃないかと。この表とは別にね、表で掲げてるのはこれだったんですけど、そっちは未達だけど、今のところギリギリその金利がガーンと上昇してですね、っていう、あるいはハイパーインフレになって、ハイパーまでいかなくても、
かなりハードにインフレが起こるとか、これからインフレが来ますけどね、まあ、そういうようなことにはならないで、うん、まあ、抑え込んでるというふうに言えるということでしょうか。うん、あの一つは公債みたいなことをね、世界の中央銀行で未曾有のことをなさったというのは、うん、その企業の株式を購入しましたよね、うん、日銀が、うんうん、これはびっくりなんですよね、うん、なぜかというと国債でみんなその期限があるから時間が経つと現金化されちゃうわけですよ、うん、はい、株式って自分が売らない限り、うん、そうですよね、ずっとあるわけですよね、うん、そうですよね、うん、でも日銀を売り回ったって言ったら、うん、それは株式市場大暴落ですよね。どうするんですか。だからどの国でも企業銀行は株式市場には手を出さないわけですよ、うん、なのに手出しちゃったっていうのは、うん、まあ、よっぽどやっぱり日本の株式市場が危ないだと、うん、危ないだと考えたんでしょうね、うんうんうん、で、というのはその金利が上がる、つまり国債価格が下落するような要素を取り除いていくということをなさってきたって、その点ではちゃんと目標は達成なさったんじゃないかと思うけど、こんなことは表だとは言えない、表だとは言えない、だからこういったこう華々しいことをおっしゃったんだけど、まあね、それはみんなこう達成しないわけですけど、うんうんうん、ね、でもこの目標は達成、本当の目標は私は達成しているような気がする、うんうん、ディフェンシブな目標だったわけですね、隠された、うん、非常に日本経済というものは、ね、インプレスだったのね、うん、そのでもそういうことは表だと言ったら、それこそもう格好 の、 その特にその外資系のね投資ファンドが日本国債のもう売り一色になりますよね、うん、そんなことは国民も言えないからこう言ってると、はあ、まあ、一応ちょっと流れ的に異次元の金融緩和黒田バズーカっていうのを流れ、おさらいしておきます。第1弾は2013年4月、うん、量的質的金融緩和と株価上昇を支えて景況層を上向きにしたと、大量の国債購入したと。で2014年4月消費税 8% 引き上げて景況感が悪化したと。で第2弾が2014年10月、うん、量的質的金融緩和の拡大、株価が上昇するなど景況感を上向いたと、うん、で2015年から16年ドル安円高の動きが出てきた、うん、第3弾2016年1月マイナス金利付き量的質的金融緩和、これ最後のところなんていうのは本当にあの異常な感じですよね、マイナス金利付きですから、うん、こういうような流れで、そして、まあ、結局あの分かったことっていうのは黒田バズーカ株価の一時的な上昇をさせたと、あるいは株を直接買い込んだと、うん、そういうことをして買い支えたりしてきたんですけど、当初目的のデフレ脱却はできないと。それはまあ金融緩和政策だけで日本経済を引き上げることの限界なんじゃないかなと。で、本来は技術開発と産業構造の転換で日本経済の成長率を高めて賃金を上げ消費を拡大する必要があっただろうと、これはですね、私どもが言ってるというよりはわざわざ取ってきました NHK 時論公論2021年9月27日在任期間歴代最長に黒田日銀の講座にNHK 持ち上げといて、後であのまっとうなこと言ってみたりね、あの本当、まあ、なんていうんですか、あの都合のいいことをやるんですけど、まあ、後々振り返ってみて見たらこうですよっていうふうにまとめてるんですよ、うん、まあ、あのごもっともだと思うんですね、うん、金融だけでできるわけないだろうと、そういう金融さえあれば何とでもできるっていうのはマネタリストの、まあ、極みじゃないかなと思うんですけれども、こういった技術開発とか技術投資とか、それから産業構造の転換とか大事なこと、あるいは賃金ですよね、賃金をひたすら安く抑えたことで結局はあの最終的には競争力を落としてきたし、どん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 その円も価値を失っていない、国力も疲弊してきたし、それからまあ家計が乏しくなってですね、少子化が進んでしまったりしたわけですよね、消費が拡大しなかった、こういうところがどうなのかっていうことなんですよね、うんうん、こういうまとめ方を今更ながら言うんですけど、じゃあその時に言えよって今言えよという気がするんですけど、うん、後で通信簿つけるとこういうこと言ってるんですよ、それだからまあそんなまともなことはじゃあ最初から言って貫けばいいじゃん NHK と思うんですけどね、うんうんうん、散々安倍政権持ち上げて、うん、この安倍黒田のミックスを、ね、うん、持ち上げてきたくせに何を言ってるんだという気がするんですけれども、いかがでしょうか、うん、まあ、急にまともなことを言って、そうそう、平凡にまともなことをおっしゃっていて、そうそう、うん、で確かにトゥーレイトだね、トゥーレイトですよね、うん、最初から言えばいいものと思うけど、分かってるなら、そう、うん、で問題は、うん、でもそれをもう一歩踏み込んでね、うん、でも黒田総裁ほどのね大秀才が、うん、なんでこんなことをね、うん、
叱り気になってなさったのかというと、うん、やはり私はその国債の利回り、うん、長期金利の上昇を何としても防げたかったと、うん、つまりその裏側で起きる国債価格の下落ということをね、うんうん、何としてもその防ぎたかったというんじゃないかと思うんですよね、うんうん、それだけそれが怖かったということでもありますよね、うん、他方で黒田さんの功罪ということをもう一つ言うと、この日銀の独立性は守られたんでしょうかと、うん、まあ、ここに麻生さんの名前顔を出していくというのはちょっとあれではありますけれども、黒田日銀というのは国債の金利を低く抑えることで政府が借金をしやすい状況を作り出したと、うん、政府から独立した中央銀行として財政規律の重要性について政府に強く訴え続けていく必要が日銀にある。これもまともなことなんですけど、うん、これも NHK のその持論公論、これ今頃言ってるよっていう話なんですけど、違うじゃんこれまで言ってきたことと、というふうな気がしますけれどもね、うん、まあ、それを踏まえつつ、うん、まあ、なんていうか NHK のダブルスタンダードとか偽善とかですね、その時々の政権権力におもねりながら、時々最後にすでに時すでにお阻止になってから出す正論というのがあるんで、ね、まあ、この番組って解説委員の方が一人一人出てきてしゃべりますよね、うん、はい、だからあれはまあ NHK のっていうよりもその各解説委員のその意見が表明されてると、うん、まあ、見方が表明されてると見た方がいいと思うんですよね、はい、で確か随分最近若返りが起きてますよね、解説委員が。で若い世代、つまりそのこう異次元金融緩和というのが始まった後に、うんうん、解説になったような人たちからすると、まあ、こう冷めた見方がなったんじゃないかと思うんですね。あの時にその、まあ、半ばこう政権にね、すり寄るって言っちゃ悪いか、政権をし支持してるような形で、うん、報道していた人たちは、うん、こうは言わないんでしょう、うんうん、なるほどね。安倍さんが、まあ、権力の座から今いないわけですからね、うん、まあ、そこに対する忖度も弱まるという、うん、でだから出てくるということでしょうね。日銀の独立性というのもね、うん、第二次安倍政権がスタートした時には随分そういうことに対して冷ややかな評論が多かったですよね、うんうん、それは幻想だとか、うん、なんとか、うんうんうん、日銀の独立性についてのそうっていうの、ね、冷やかた、うん、要するにそんなのはそもそもね、そんなこと建前だけだみたいな、そんなものはないんだとかね、うん、そんなことどうでもいいんだとかね、うんうんうん、そういうのあったんだけど、うんうん、だんだんこうその先が怖くなってきた、うん、若い世代になればなるほど、うん、その先が怖くなりますよね、うんうん、先輩方がねイケイケでこう政府とそれから NHK が足並み揃えてそうやって煽ってやってきたけれども、うん、その月が見えてきた、うんうん、怖くなる。それで先ほどからずっと おっしゃってる話ですよ、うん、金融緩和やめるとどうなるんだろう、金利が上昇すると、うん、そうすると日本国債などの公債の利払い費が一気に増加に転じる、うん、そういう恐れがあると。でそれは結局国家財政が破綻しかねないという、うん、こんなことをでも田代さんはとっくに見抜いてらっしゃったし、何年前にこう出ていただいた時からこういう話をさせていただいてたと思うんですよね、うん、していただいてたと思うんですけれども、うん、いやなんだ今頃 NHK は言うようになったかみたいな感じではあるんですけど、と同時に本当に現実がそこに危ないところに、まあ警告しても警告してもやっぱりそういうことするからこういうところに来ちゃったかなと、うん、いうところなんですけれども、これ、ワニの口の話ですよね、うん、はい、歳出と歳入、うん、税収の推移を示した2つの折れ線グラフが、うん、平成10年頃から通称ワニの口と呼ばれるようにこう、うん、開いた口が塞がらない状態になってる、ここですよね、はい、これで開き出しちゃった、はい、この辺のバブル期は確かに近づいたんですよね、まあ、わずかに ね、わずかに、でもこう超えたことはない、バーッと華々しく開いてしまったと。でこの間の部分は、うん、これは赤字国債で埋めていったわけですよね、うん、どん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 こう累積されていくわけです、累積されているわけですよ、ね、でこの特例国債というのはその、まあ、いわゆる赤字国債です、うん、特例法に基づいて発行されているので、うんうん、というのは日本は財政法で赤字国債は禁止されているんです、ね、そうですね、うん、本来やってはいけないもんと、うん、で、はい、特別の時だ、戦前のね、はい、苦い経験からだからこれあくまで特例で出しているということなんです。戦前戦中の苦い教訓というのはそれ軍事費ですよね、 軍事費のためにまあ財政出動をやってきた、国債をね、うん、本当に無制限に発行した上に、うんうん、その、まあ、軍事予算は決算がないんです、うんうん、
特別会計されて、特別会計だって、ね、しかも、ね、特別会計であっても1年ごとに決算しなきゃいけないんだけど、うんうんうん、決算締めるのは聖戦貫徹、つまり戦争に勝利したら、うん、あの会計締めましょうって言ってるんだから、永遠に終わらなくなっちゃう。そうですよね、うん、債務残高の GDP の推移ということなんですけれども、まあ、この辺がその日露戦争でぐーんと上がってきたわけですよね。それからこう落ちて、収益金融恐慌、それから満州事変、そして第二次世界大戦でここまで行ってズドンと落ちて、で、戦後出発、再出発をしていくわけですけれども、ニクソンショック、それからバンタワーでバブル崩壊で、こっからの方が急激なんですよね。バブル崩壊っていうのは戦後に起こった出来事の中で特筆されるようなね、経済的なインパクト、マイナスインパクトがあった出来事と思ったら、ずっと上がっていって、リーマンショックでもう東日本大震災、そしてコロナ禍、こんなに上がっているところに今度軍事ですよ、戦争ですよ、それを足していくっていうふうになるわけですよね。あのここは気をつけていただきたいのは、これは、GDP 国内総生産に対して債務残高が何パーセントかっていうことを計算しているわけですよね。でこれ見ると、ここはあの1945年のデータがないので、うん、プスって切れているから、はい、なんかパッとこうなってるように見えるけれど、うん、これは別にこれが消えたわけじゃなくって、うんうん、インフレーションですね、うん、非常に高速のインフレーションが起きたので、うんうん、その GDP が膨れ上がったんですよ、名目の値が、うんうんうん、で分母が大きくなったから、はい、この分数の値が小さくなってるけど、うんうん、これが消えたわけじゃないんですよ、はい、まあ、一部はねこれをですね、うん、戦時国債のかなりを、はい、あの責任はないと言ってね、つまりもう償還義務はないと宣言したりとか随分したんで、はい、だけど、うんうん、基本的には、ね、基本的には残ったんですね、うんうん、でインフレーションによって、うんうん、とあとおっしゃる通り、うん、財産税を取って、うん、これをこう焼却していったから、究極の国民からの強制的なですね、うん、やったので、財産剥奪ですよね。でそのあとそれの円紙幣を切り替えるという、ね、うん、新円切り替えというのをやったわけですね、うん、その3点セットで、うん、なんとかこの比率を抑え込んだんだって、うんうんうん、この債務がパッと消えたわけじゃないんです。そうですね、うん、で、でまあこうそれをやったらですね、この後経済成長によって一旦こう下がっている、うん、もう一つはここは財政法の縛りですね、うんうん、新規の赤字国債を出せなくなったからですよ、うん、財政規律を本当にきちっとしっかりやろうということでスタートしたんですよ、ね、はい、ところが1964年東京オリンピックの時に日本はもうほぼ財政破綻の一歩手前まで行ったんですね、うん、で翌年、うん、とうとうその財政法の縛りを破って、うんうんうん、特例国債、赤字国債発行しちゃったんですね、うん、でこれはその時担当した大平正義は、うん、もう自分は日本国を滅ぼすんじゃないかと悩んだって言うんですね。さすがにですね、その翌年1966年からはね、赤字国債出さなかったんですよ、うん、次に来たのはここなんですね、うん、あのニクソンショック、いやじゃないです、あの第一次石油危機の時に、あオイルショックですね、うん、あの第一次石油危機の時にその再び赤字国債の封印が破られて、うんうん、ここからあとはもう出しっぱなしですね、うん、でそれがこうやってこう反映してるわけです、ね、そうですよね、うん、でもこれも新規のものを買ったっていうよりもその累積してって借り換えまでしてってるから多重債務じゃなかったですよね、うん、それでこういうふうにまで、まあ、多重債務というか、うん、シンプルな構造だったから多重債務とは言えないけれど、うん、あのもう花から、うん、返済するという意思はないだったので見て分かれてるんですね、うんうん、あの償還し尽くすという意思はないことは明らかです、うん、でもそれは実は国債多くの場合そうです、うん、どの国でも国債の多くは最終的にはうやむやになってますね、うん、怖いですね。国債は一番安定しているものだと思われていながら実は、うん、実はね、うんうん、それは、通常は借金返さないというと、倒産とかね、破産という決めがあって偉くなっちゃうんだけど、うん、国だから大丈夫、うんうんうん、国は裁く人いないから、うん、はあ、めちゃくちゃですね、うん、でまあ、その国の信用はなくなって、うん、あの通貨なんかが下がったりとか、うん、いろいろ問題は起きるわけですけどね、うん、国は残っていく、うんうん、だから一番国は安全だと言いながら一番国はほど厄介な嘘つきなものはないっていうことかもしれませんね、うん。